おはようございます。即火塾の久保です。台風19号の被害といいますかね、影響は私の町は全くなかったですね。ただまあね、今日もだいぶいろいろとご不自由されている方がいると思いますので、ちょっとお見舞いを申し上げるとともに、皆さんがね、ご安全に過ごされることをお祈り申し上げております。まあ、ここからはね、それぐらいしかできないんですけども、ご覧のように、ほら、青い空が広がってますよね。 うんまあ12、13と岐阜に行く予定をキャンセルしたんですけども、まあ、もしかしたら行けてたかもなというところですね、まあ、まあまあ、それは特に後悔はないんですけどもね、えー、あじゃあ、そうですね、各地の被害状況が入ってると思いますので、ちょっとそちらの方をこの動画の後半、YouTube の方で編集してつなげようかと思います。えー、それですすねね昨日はすみませんんん皆ささから、ね、たくさんの お便りいただきまして、まだ、はっきり言って返信がね、全然追いついてなくって、1行返信、2行返信の方もいれば、あしっかりとね、えー、のレターを書かせていただいたともいるんですけども、ちょっとこの件、あの、例のやつの件に関しましては、また改めてね、今晩放送しようかと思います。えー、だ、あの、多くの方にね、非常に、えー、まあ、心の拠り所というか、頼りにされてるんだなと、ということを確認しましてね、うん、ま、いろいろと思うことがあったかなと。 思います。まただまだ読めてないメールがありますので、ここでまたね。あの結論をお伝えすることはできないかなと思いますけども。まあもう私の腹積もりはもうありますんであとはね。あのいただいたメール全てを返信した後にライブ放送、また今晩にでもさせていただこうかなと思います。もうちょっとお待ちくださいそれではね。以上でございます。じゃあ,あ、の各地のライブニュースですか？そちらの方を切り替えます。 はい、えっと、長野市の千曲川の方ではですね、堤防が決壊してかなりの被害に及んでる、これ床下浸水とか、新築っぽいも,のも見えますけども、かなりひどい被害になってますね。2019年10月13日の朝7時1分、ついさっきのニュースですね、台風19号の、まあ、猛威がですね、ここでうかがいすることができますえ。そしてこちらの方、ジャストインに入ってますけども、えテレビ放送配信中、ライブとあります。えそれぞれのね、栃木県内の様子ですとか、 あー岩手、ふ、え、た、ー、どうですかあ、こちらの方ですとかね、えー、台風各地の様子をちょっと見てみましょうか、こちらの方はどういうふうになってるでしょうか、ああ、これが岩手県の宮古市ですね。 えー、ご覧のように、えーま、鳥が飛んでるみたいですけども、向こうの方では、ね、ちょっと波が高いのかなというところでございます。えー、北海道の広尾町の方も見えますね。今、こうやってライブ放送でいろんなところが見えますので、えーま、台風だからといってね、河川の方に様子を見に行ったりとかね、田んぼを見に行かないようにしてくださいね。必ずこういう台風の日とか災害の日っていうのは、田んぼを見に行ったあの誰かがね、 えーまあ、なんか流されて死亡みたいなのありますけども、あのー、こう氾濫してる時に気になるのは分かりますけど、見に行く必要はないですからね、えーと、多摩川の方、東京の方ではちょっと晴れ間がだいぶ見えてきて。 道路も普通にね、えー、動いてますね。えー、川の流れがいく分早いようですけども、全体的に日常の暮らしには影響がないように見えますが、いかがでしょうか。えー、その他、千葉の方出てないかなあ、こちらすごいですね。福島いわ、岩、え、き、ー、こちらの方が、助けを待つ人が約60人ということでございます。えー まあいろいろとね、各地で被害が出てます。本当ご安全に過ごしていただきたいなと願うばかりですけども、ここでですね、えー、っと、緊急災害時情報でございます。えー、っと、ある方からの投書なんで、ちょっとだけね、えー、短くしますよ。はい、こちらですね、えー、こんばんは。これ夕べ届いてました。すいません。えー、大災害時の緊急 Wi-Fi、家族や友達、大切な方に、 伝えてあげてくださいということでございます。えー、0を5つ入れて JAPAN。0 0 0 0 0 j a p a で繋がるそうです。えー、追加情報ですね。こちらの方もお送りしますね。えー、ちょっと広げます。 えー、こちらをね、今お伝えした Wi-Fi を利用する際の注意点でございます。すべての人に解放するための ID やパスワードが不要ですが、通信内容も暗号化されないということなので、えー、ハッキングに、ね、気をつけてくださいってことが書いてあります、えー。ネットバンキングですとかね、そちらのログイン情報っていうのは一旦解除していただいて、つ、え、な、ー、ぐようにすれば安全かと思います。皆さん、ご利用くださいませ。 えー、今日10月13日ね、ね朝になりましたけども、まあ、各地で落ち着いたところもあれば、まだ被害状況が正確に分かってないところもあります、はい、こちらの方でもね、ニュースを継続してお届けしようかと思いますけども、すごいですね、各地でだいぶ川の方河川の氾濫が見られます。 えー、もう一つ一つねクリックしてライブ放送の方を伝達はしませんのでえー、URL リンクからもしくは検索からですね各地の被害状況の方を見ていただきたいと思いますえー、福島県気になるところですよね福島県はえー、大雨警戒レベル5ということでこれがねかなり深刻ですね特に福島県はあのー、まあ、原発関連の施設のまあ 復もしているところだと思いますのでねそちらの方にうに、えーまあ、深刻な影響が出ないことを祈るばかりですけどもうん、えっと、まあ福島だけではなくてですねこれ岩手県の方も先ほど見させてもらいましたけど氾濫危険とありますね。 はい。それではね、最後に私からのちょっと見解と注意を申し上げていこうかと思います。こういうふうな災害時にはですね、あの、根も葉もない噂ってのが広まりやすいものであって、しかもそれがね、本当なのか嘘なのか判別できないまんま、あどんどんね、えー、シェアされていくという,う部分もあります。で、えー、今回ですね、あの、消費税増税があった後に、うん、強制的に消費を促すために、 この、災害ニュースっていうのをね、オーバーに伝えてるんだっていう方もいるんですよ。オーバーに伝えて、あらゆるスーパーとか、店舗とかで品ながれしてるから、早く急いで買った方がいいですよ、みたいなね。まあ、煽りのニュースがあって、えー、消費をわざわざ喚起させてるみたいなね。これはね、あの、ちょっと、こう、言い過ぎかなと思いますし、 うんまあ、ね、信じる方もいれば、そんなわけないだろうって方もいらっしゃるんで、私がわざわざ言うことではないんですけども、ん一つ一つね、冷静に対処していただきたいっていうことと、やっぱり改めてですね、災害が起きた時、もしくは起きる直前に、食料品とかお水っていうのはねうん、気持ちはわかるんですけども、これは災害が起きてない時に、来年の台風のため、再来年の台風のため、 5年後の台風のためとかね、そういうふうに考えて、水の備蓄、食料の備蓄っていうのは、あの備蓄材料っていうのは、3年とか5年とか持つものばかりですから、それを普段からね、えー、持っといていただいて、 えー、特にね、こういう風な災害が近づいた時に直前にスーパーに並ぶ必要もないし、落ち着いて自宅で、えー、まあ、なんか災害対策がね、できるようにとかしていただいた方がいいのかなと思います。プラスですね、あの、養生テープでガラス窓をバッテン貼ったりとかする方もいらっしゃいます。もちろん、されるのは特に私は反対はしませんけども、えー、もともとですね、 あの風の風力ぐらいで、まあ、割れるようなマラスガラス窓っていうのはありませんのであの、相当強い風ですよね。我々がもう体験したこともないような。 風速100メートルみたいな風でも多分ねご自宅の、ま、ガラス窓って割れないと思うんですよねまあ私そこまで責任持ってないですけども、うん、そういう設計がなされてると思いますのでまあ、バッテンを張って安心するなら張っていただいてもいいんですけどもバッテンを張ったその張ったところからね、えー、そこに負荷がかかって割れやすくなるということもありますまたガラス窓っていうのはあのー、どちらかというと粉々に割れた方が安全という、ね、見方もありますので、えー、その辺もねあのもう何ですかね直前の 聞きかじりではなくて、普段から実際はどうなのかなと、本当にそんなことする必要があるのかなとかね、考えていただくのと、なぜかね、家の窓にバッテン貼る方って、車庫にあるマイカーの窓にバッテン貼らないんですよね。まあ、貼ってる方もいるかもしれませんけども <laughs>、諸説ふんふんですんで、何が絶対正しいってものに、まあ、飛びつかずにですね、あの、まあ、有事ではなくて、平時に、 どんなことを災害で考えておくかとかっていうのは町内会はじめ、地域とか家族で話し合っていくのが必要なのかなと思いますよね。うん。まあまあいろいろと申し上げましたけども、今回の放送は以上でございます。各地、ご安全に過ごされていることをお祈りしております。と同時にですね、えー、何名の方がお亡くなりになったりとか、お怪我をされたりとか、行方不明というニュースも入っております。えー、まあご冥福をお祈りするとともに、えー、行方不明の方の一刻も早くね、 え、安否の確認ができることをお祈りしております。それでは本日は以上です。